続きまして、食と健康、そして子どもたちの未来を守りたい、兵庫県第7区国政改革委員、浜本幸寛です。どうぞ。皆さん、こんにちは。私は、大阪の隣、兵庫県芦屋西宮の中部南部を担当しております国政改革委員の浜本幸寛と申します。どうぞよろしくお願いします。私は通常阪神西宮駅のすぐ南側でフレンチレストランのオーナーシェフをやっております。なんで料理人なのにこういうステージに立って政治活動をやってるんやとよく聞かれます。それは今の政治になんでやねんと私は言いたい。とにかく今の農薬や除草剤、そして食料自給率、たくさんの数々のことが今日本では当たり前のように行われている。しかしこのままでは本当にみんなの命が危ぶまれる、そんな事実が今近くまで寄ってきてます。農薬や除草剤、それはせめて世界基準にしていただければ本当に皆さんの病気の数もがんの数も減るんです。しかしこれに政府は待ったをかけない、規制緩和ばかりを行って何も止めようとしない。そこに私は毎日なんでやねんということを言い続けております。そして今の日本の食料自給率なんと 38% しかありません。日本はお米を食べて暮らしてきた民族です。しかしそのお米さえ作らせてくれない農業の方が平均年齢70歳、もう農業やめたい、しんどいと言っててもそれのバックアップもしてくれない。お米の土地だけを、その田んぼの土地だけを買い上げてお金を渡す。じゃあその後何してくれるのか。その後に太陽光パネルを張り巡らして、そしてとんでもない事実だけを残そうとしている。こんな馬鹿げたことを許していいのでしょうか。僕はこんなことになんでやねんと毎日言い続けてます。そして今料理を作るだけでは僕の仕事が追いつかない。僕は材料があって今仕事をさせていただいてます。しかしその材料もちゃんと今作られていない。だったら自分がここに立ち、今の日本政府のやり方にノーを突きつけ、そして国民運動を広げて、今の参政党が国民運動で出来上がったように、これからもこの参政党という文字を日本中に張り巡らし、そしてこれからもどんどん皆様と一緒にこの日本を良くしたい、この子どもたちの命を守りたい、ここを本当にやらなければ子どもたちを守ることができない、そんな風に思って毎日活動をやっております。これからもやり続けますので、どうぞ参政党浜本幸寛よろしくお願いいたします。ありがとうございました。浜本幸寛国政改革委員でした。